毎度ご視聴ありがとうございます。モズの早煮えというね、これはバッタですかね、今枝に差し込んでいる様子をね、ご覧いただいておりますけれどもね、私が子供の頃ね、結構原っぱでこういったねバッタであったりとか、カナヘビ、まあトカゲの仲間ですかね、カエルとか枝にね、刺してあるというかな、そういったのをよく見かけたものでございますがね、こうモズの仕業であるということをね、まあ後に知ることになるわけですが、モズの習性としてね結構有名なものであろうかと思いますけれどもね、これをまあ保存食として蓄えていてね、こういうものをたくさん食べることによってね、モズがモノマネが上手、あ歌まねですかね上手に、いや泣きまねそう、上手になることによってね、メスにモテるというようなことがあるそうでございます。そういった研究がねなされているそうですけれどもね、今日はねこの紅葉の綺麗な間にね、どうにかこの紅葉と野鳥のコラボというのをね、まあものにしたいというようなことも目論みとしてありまして、出かけたんでございますけれどもね、早速このようにサバイバルゲームで、まあこちらもウグイスですかね、もうこの秋になってから結構ウグイス目撃したりとか鳴き声を聞いたりとか結構してるんですがね、今日もこのようにね、まあサバイバルゲームのような状態でしたね。まあ四十からがマシンガンを撃ってるかのような鳴き声でね、まあ挑発してくるわけなんですけれどもね、結論から言いますと、まあ乾杯でしたかね。まあこのざまはね、一番最後に静止画でねご覧いただきたいとは思うんですけれども、まあこの私このシジュウカラであったりとか山柄であったりとか、まあどちらかというと山柄の方がこう目の前にね突然現れてくれたりするので、まあチャンスをくれる回数は多いのかなと思うんですが、ヒヨドリだね、ヒヨドリだねって言ってますけどね、カラスだったわ、全然違いましたけれどもね、どちらかというとシジュウカラというのはね、なかなか私的にはちょっと手ごわい相手だと思っておりますけれどもね。エナガの鳴き声がするんだけどね、エナガの鳴き声がね結構してきましたので、あ、いたいたいた、あ、違う、エナガじゃないわ、まあチームエナガにはね、その仲間たちということで、このシジュウカラであったりとか山柄であったりとかメジロ、それからコゲラなんかもね一緒にいることが結構ありますよね。今はねエナガが結構グループ活動しているので、嵐のようにやってきてね、嵐のように去っていくっていうよくあるんですけれどもね、今回もエナガにもちょっとまあチャンスを結構いただいたんですがね、まあその様子もまあご覧いただきますけれどもね、正直この動きの速い野鳥にね、まあ追いついていくっていうのは結構まあ難しいと言いますかね、このようにまあエナガと下の方には山柄がね、枝かぶりで映っているのがお分かりいただけますでしょうかね。まあ結構ねこのケース明るい場所にいてくれたのでね、チャンスかなと思ったんですが、さすがにちょっとこうまだ木の葉が結構残っている状態なのでね、ということでまあセグロセキレイさんにねちょっとこう一息入れさせていただいて、再度ちょっと体調を整えてと言いますかね、息を整えてというかな、こちらはホウジロさんでございましたけれどもね、まあ頑張れよということで、まあ声援を送っていただけるかなと思っておりますが、このようにね今回訪れておりますのは、まあ紅葉の名刹として有名な寺院でございます。まあ紅葉の他にこういった、これは何ですかね、椿の仲間なんですかね、ヒヨドリだろうね多分これは、まあ、この鳴き声はヒヨドリだろうと言ってるんですけどもね、
あれだろうか。まあ、ヒヨドリの鳴き声といいますと、あの甲高いあの鳴き声が有名ですけれどもね。結構この鳴き声もね、そうだね、よく聞こえてきますよね。結構ね、四十からもチャンスはくれたんですけどもね、まあなかなかものにすることはできなかったということでございます。だけどね、いっぱい来たわ、ほらこのように来ましたね。チームエナガの皆さんね、今日もね、ご覧いただきますよりいい天気でございまして、このまあ寺院ですね、たくさんの方がおそらくあの紅葉をね、写真に撮られる方が多く訪れられていたように思いますね。まあその中であの人何を写してあるのかなみたいな状態でね、多分、見られていたんじゃないかなと思うんですけれどね、紅葉に目もくれずに何を写してはるんかなみたいなね、多分そういう風に見られてたんじゃないかなと思っておりますけどね。まあただ一人こう野鳥を撮影していたというようなね、状態ではありましたけどもね。まあ結構チャンスはもらったんだけどね。ということでね、冒頭ご覧いただいたこのモズニーにね、ちょっと今日は助けていただいたということでございます。まあ、冬の間の、まあ、食料としてね、冒頭ご覧いただいたような昆虫、バッタの仲間であったりとか、時にもカエルとか、ね、カナヘビ、まあ、トカゲの仲間であったりとかいうのをね、ハヤニエという形でこう枝に突き刺すような形でね、まあ、保存食ということがね、まあ、研究によって明らかになっているそうでございますけれどもね。まあなおかつこの保存食をたくさん、ね、繁殖期まで、置いておいてね、これがね、カラスが何ですか、高圧電線の鉄塔の上にね止まったのかなと思いきや、どうやらミサゴのようでしたかね。まあ、ちょっと冒頭のシルエット等からね、そしてこの羽ばたきの様子などからね、ミサゴがこんなとこまで来てるんだなということで、特に河川が近くにあるわけでもなかったんですけどね、この場所はね。そしてこのシルエットは、つぐみやろ。そうですね、1週間ほど前ぐらいからですかね、つぐみを見かけるようになっていますのはね。紅葉の方はまだ少しね、大丈夫かなということで、こういったね、北針まではこういったスタンプラリーのようなこともね行われているようでございます。そして、こちらジョビオ先生ですかね。結構ね、このジョビタキの鳴き声はあちこちからね聞こえていたんですけれどもね、どうやらようやくねチャンスをいただけたようでございます。実はね、今回この場所を訪れておりますのはね、昨シーズン結構ねルリビタキを見かけた場所でもございましたのでね、そういった出会いを、まあ、期待して出かけたんですが、ちょっとルリビタキには今回まだ出会えることができなかったですけれどもね。まあ、ということで今回はね、カラチームさんとの対決ということで、まあ、さながらサバイバルゲームのようなね、まあ、状態でございましたけれどもね、なんとかねこのまあ普段はまあ河川の堤防を歩いておりまして、見通しのいいところで、まあ、優しい野鳥ばかりでございますのでね、まあ、カメラマンに、どちらかというとこう、まあ、腕が鈍るでもないですけどね、まあ、いつどこでどんな野鳥に出会うかわからないような環境でね、まあ、撮影を、たまにはというかな、やってみないとね、まあ、鈍るほどの腕は持っていないんですけれどもね、まあ、そういったある程度緊張感を持ってね
撮影しするのもまあそれはそれで楽しいのかな。あ、これ目白だったのかな、全くわからないね。そしてこのね、まあできれば紅葉との野鳥とのコラボレーションみたいなことをね、まあ期待しながら、まあ出かけてはいるんですけれども、まあなかなかねそんなには甘くないというのかな。そもそも野鳥がそれほど紅葉に興味がないのか分かりませんけれどもね、それに寄りついてくれるっていうことは意外に少ないと言いますかね、そういったことになっておりますけれどもね、まあ江永さんもまあこのざまでございましたけれどもね、もう少しチャンスはあるのかなと思いますのでね、まあ、挑戦はしてみたいと思っております。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域からお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。